五冠末期、汚職の横行で腐敗した朝廷は王朝の権威を失墜させ人心の離反を招いた。だが各地で反乱が頻発する不穏な情勢こそ時代を切り開く好機と見たものがここにある。漢王朝の復興と人生の実現を願う者、劉玄徳その人である。大徳を旨とし民を休んじる劉備の帰化には彼を警護する有志の面々が集っていた。その一人一人を天かける竜の爪と化し、劉備は今大義の道を登り始めるのであった。